生き生き茨城夢国体2019勝手に PR オスオスペンギン夢国体2019。さあということで、はい、我々オスペンギンがですね、はい、茨城県内の全44市町村を回りまして、我々なりのですね競技にチャレンジをしてですね、茨城の夢国体を勝手に PR していきたいと思います。はい、頑張ります。頑張ります。さあというわけで今回は牛久市に来ております。はい、この牛久市ではですね空手道と軟式野球が開催されます。はい、というわけで、我々がですねここ牛久市でチャレンジする競技はオスペンギンなりの空手道、にらめっこ空手道でございます。頑張ります。オス。さあ、にらめっこ空手道とはですね、この水をお互い口に含みまして空手っぽいことをしながらにらめっこをする、先に吹き出してしまった方が負けという競技でございます。はい、じゃあ行きます。思ったより長期戦になりましたが、はい、見事私がギリギリ勝利をものにしました。いや負けた。いや途中地獄でしたね。お互い何にも面白くない。特別我慢してないですよ。そう、途中お互いが乗った時になんか笑っちゃいそうなもんじゃないの。はいはいはい、あ、回すのかいみたいな。あるあの勝負かけてました、正直。そうですね、はい、全然面白かったということで、この牛久市ではですね、この空手道と、軟式野球が開催されますので、皆さんでぜひ応援して盛り上がりましょう。